なんとラーメンの自販機がこの度設置されたということでやってきたわけなんですよね。こんな感じになってますね。以前はこちらを、というわけで皆さん今日もよろしくお願いします。今日はね、倉敷市の水島に来ております。で、この目の前にね、交差点が見えるんですけども、今日はその手前、県道398号線沿いに、いるんですけども、なんとね、もうこのサムネイルを見たら、分かると思うんですけど、なんとラーメンの自販機がこの度設置されたということでやってきたわけなんですよね。まあ、設置されたんですけど、ちょっと先取りどういうことかというと、今日のね、2月17日木曜日17時、夕方の5時ですね、販売スタートということで、でこちらですね、岡山県に2代目なんですよね。1台目はね、津山市の津山インターかな、そこに1台、あります。で今回がこの、ちょっと水島インターからね離れてますけど、まあ、場所的にはね、水島の工業地帯手前かな、亀島山がね、あります。あれかな、どんな感じなのかを、まあ、簡単にね説明したしようかなと思います。もともとはね、その東京にあって、そこから、大阪にできたりとかで、以前紹介したのが兵庫県の阿賀保駅からちょっと離れた、場所に設置されているのを撮影したんですけども、でこのヌードルツアーズなんですけども、3部門で第1位を、獲得ということで、ラーメン好きが選んだ人気ナンバーワン、ラーメン通が選ぶ、支持率ナンバーワン、料理人が選ぶおすすめナンバーワンということで、で目覚ましテレビにもね紹介されたというものです。絶品ラーメン自販機、お家で簡単、超有名店の味ということです。こんな感じになっております。こんな感じになってますね。以前はこちらを紹介しました。で、この気になるネタがねたくさんあります。で、場所によってね、冷凍餃子があったりとか、なんか徳島のラーメンとか、いろんなねネタがあります。やはりあのこってり系が多いですね。こってり系がやはりその岡山人の口に合わせて、セレクトしてるのかなと思います。まあ、ちょっとね値段がね高いっていう、コメント結構いただいたりとかしたんですけども、まあね、どんなものかっていうものは試しで、注文してもいいのかなと思うんですけど、結構ねクオリティは高いですね。使ってみたんですけど、家で作ったんで冷凍のままで出てくるんで、まあ、こんな感じでね、そこからこの今見えないですけど、このタッチパネル式で注文してっていう形になります。すごいこう見るとシンプルですね。なんか綺麗ですね。おー、ストックが、倉敷の工場で作られてます。いや、この中の商品ですか。はい、いや、東京のヌードルツアーズなんだ。で、委託みたいな感じで。はい、そうです。
で楽しめるのっていいですね。いいですよね、はい、全国の有名ラーメン店の味が楽しめるっていうのはもうワクワクします。とか カップ系とかとか全く違う感じですね。違いますよね。ちゃんと作ればちゃんと本当にそのお店のラーメンに近い形でいただけるって形で、うん、方も味噌がいいなって染み渡るような気はしますけどいいですね、セレクトさすがですね。ありがとうございます。よかった。美味しくいただけるので火通します。おー、やべ、こんな感じですね。いい香りが。これ入れるときちょっと注意しながらゆっくり入れましょう。よし、お、待てね。やっぱりこういう火のコンロでやった方がいいのかなってすごい思います。何度かね、IH でやったんですけど、やっぱり火力が追いつかないですね。まあもちろん沸騰させることできるんですけど、このやっぱ火だと、ね、全体的に入っていきますね。ここで火を止めます。はい、お、すごいいい匂い。あ、もう独特のあの家系の匂いだ。ニンニクも入れます。こういう感じかな。がっつり入れます。おー、できました。はい、こんな感じでございます。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。